2対0での勝利となりました。90分振り返っていかがだったでしょうか。いやもう、まあ、全員がね、まあ、日程的にもタイトだったというふうに思いますが、よく走ってくれたというふうに思います。前半34分に永井選手が均衡を破りました。あのゴール振り返っていかがでしょう。そうですね、その前がオフサイドで取り消されてたのでどうかなと思ってましたが、ゴール認定されてよかったなというふうに思ってます。試合前には永井選手も疲れがある中でという話がありました。動きの面など含めていかがだったでしょうか。いやもう今日は交代するまで、まあ、少し足に張りがあるということで変えましたが、まあ、それまで交代するまでは非常に元気に、走ってくれたというふうに思ってます。中盤の選手との連動、それからサイド攻撃も非常に多かったように見えました。そのあたりの攻撃全体の評価としてはいかがでしょうか。そうですね、ここ2試合は本当にいい形で攻撃が仕掛けられているというふうに思いますので、まあ、これを続けていけるようにね、またしっかり準備をしていきたいというふうに思ってます。 FC 東京戦では悔しい4失点があって、そこから2試合連続のクリーンシートとなりました。このあたりはいかがでしょう。はい、まあ、東京戦で何が悪かったのかというのは選手も十分理解した中で、よく気持ちと頭を切り替えて戦ってくれたというふうに思ってます。そして欲しい時間帯に泉選手の追加点もありました。あのゴールはいかがでしょうか。そうですね、龍二もまあ、その前にビッグチャンスを外している中で1点決めてくれればというふうに思ってましたが、やっぱり龍二らしい得点をね、決めてくれたというふうに思ってます。ホームで強さを見せる中で、次は岩田とのホームでの一戦となります。次に向けて一言お願いします。非常に大事な試合になるというふうに思いますので、ホームでしっかりと勝って、勝ち点をまた積み上げていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。